広島テレビがお送りする野村健次郎野球教室。お家にいる時間を使って投げる、打つ、取るのレベルアップを目指しましょう。第1回目はキャッチボールの重要性についてです。今回はキャッチボールの重要性についてということなんですけれど、はい、なぜキャッチボールが重要かというと、野球の要素にはボールを投げるという動作と取る動作、そしてみんなが大好きな打つ動作っていうのが入ってくるんですけども、この投げる動作と打つ動作を別々のものとして考えている、野球少年が非常に多いということです。同じ動作ということをみんなに分かってもらって、よりキャッチボールを丁寧に、より正確にやってもらうっていうところをお伝えしようかなというふうに思います。じゃあキャッチボールがしっかりできたら打つ動作にもつながってくる。そうですね、キャッチボールをしながら打つ時のバランスであったり体重移動であったり、そういうところが大切なんだっていうことが分かっていただけるといいかなというふうに思います。バッティングとどういうふうに結びつくのか。グローブとボール、バッティングってどこが結びつくのっていう人たちが多いと思います。ちょっとやってますね。ボールを向こうの方に相手に投げるのに、正しくボールをこういうふうに投げていきます。こういうふうにしっかり体重移動してボールを投げていきます。いいキャッチボールと悪いキャッチボールの、をちょっとやってみるんで、これを見てたらこれは悪い、これはいいっていうところをこの映像を見ながら言ってもらいたいなというふうに思います。ではまず最初に1つ目、この投げ方ですね。はい、次に2つ目、どうですか。3つ目です。もう皆さん分かりますよね。最後の3つ目が一番正しい投げ方です。最初は後ろに体重が残りすぎ、次は前に体重が突っ込みすぎですよね。正しいキャッチボールっていうのはバランスよく体重移動するためにしっかり手を広げて割を作る。今グローブとボールを持ってターゲット方向に左手を前に出してボールを投げようとしています。バランスよく構えています。さて、じゃあなんでこれがバッティングですかということになります。ここですいません、バットをください。この状態から腰、膝、肩、このバランスからボールとグローブを置きます。そしてバットを構えるとどうですか。鈴木誠也みたいな打てそうなバランスになってませんか。じゃあもう一度悪い方をやってみます。これ打つ姿勢綺麗な構えだと思いますね。いきます。悪い、後ろに体重が残った状態。はい、バットをください。こういう人いますよね。これでは残りすぎてバットが体重がうまく伝わらないので前に触れません。後ろにそっくり返って打つような感じだ。これだとバットが触れません。もう一つ、前に突っ込みすぎた状態です。はい、バットをください。こうやって打ちに行くともう抜けてしまってバットと、ボールの距離が保てないので、ここからいくら振ろうと思っても強く振ることができません。よく言いますよね、バッティングセンターに行くとよくこうやって打とうとする人、逆に近づいていってここから振ろうとする人ね、いくら打っても真上に上がるか左の方にゴロが行くかしかありません。よってキャッチボールを正しくすることによって毎日何十回もキャッチボールすると思います。正しいバランスでボールを投げることによってバッティングフォームを矯正しているということになります。だからキャッチボールっていうのは、よく少年野球の練習を僕も見に行くんですけども、キャッチボールを見ればそのチームがいい練習をしているか、強いチームなのか、そうでもないのかということが大変よくわかります。キャッチボールするときに、おい最高
こうやって投げてる、ただキャッチボールをしているところ。相手に向かってしっかり行くぞ、しっかり割りを作ってボールを投げているチームと、日を追うごとに、向上するスピードが変わってくると思います。まず参考にしてみてください。一番こういい体勢だなって分かるのっていうのはどのようなポジションなんですか？大きな鏡だからそれがいいんですが、なければ、洗面所にある鏡でもいいんで、正面に立ってバランスよく自分が重心の位置が多少は前に移動します。だけどもこれが極端に前に行ったり後ろに行ったりっていうことを、ならないように、そうですね、ラジオ体操の、僕もちょっと忘れましたけども、最初にこういう運動がありますよね、はい、この運動をするときにこれをしながら手を横に振りながら足を出していく、横に振りながら横に振りながら足を出していくとちょうどバランスよくいけると思います。これはあくまでも止まった状況で状態で投げる動作ですね。外野手であればボールをチャージして投げるときにも前に突っ込まないようにする。いいですか？ボールをチャージするときにもこういうふうにならないように。内野手であればボールを取ったときに前に突っ込まないようにする。で、これはどんな動いた状況でもこの状況が作れるということですね。取った、こう、取った、こういうバランスが常に作れるということをキャッチボールの中から意識すると、正しい送球ができると思います。